およそ1000年前に生まれた、源氏物語、作者の真宙、紫式部、と藤原道長のソウルメイトとしての関係、そして平安文化や権力闘争を書いた大河ドラマが大石静香さんの、光る君へ、だ。同作の執筆、そして45年連れ添った夫との別れについて、連ドラの申し子、大石さんが語ったインタビューの一部を、 週刊文春ウーマン2024秋号より抜粋して紹介します。画像、大石静香さん大河ドラマ、光る君への第31回で、ついに、源氏物語が誕生しましたね。真宙、吉高由里子、紫式部、の中に物語が降りてきた瞬間を、色紙がハラハラと舞い降りてくる、という演出で表現されていたのが印象的でした。 多いしあれはチーフ演出の中島ゆきさんのイメージです。彼女らしさがよく出ていたのではないでしょうか。私が脚本のアイデアを思いつくときは、上から降ってくるというよりも下からポコッと、ポコッとと湧いてくる感覚です。でも、二人っ子、96から97年、や、セカンドバージン、10年、を書いていたときなど、僕たまに、 天から命じられて書かされていると感じることがあって、その時は上からパワーをもらっている感じがしました。光る君へは、今のところまだ天から命じられている感じはないですが、自宅で、源氏物語を書いている真宙の隣で、書き上がった原稿を藤原道長、江本タスクが柱に持たれて読んでいるシーンは、二人の位置も完璧で美しかったです。 大石道長が敏腕編集者みたいでした。あのシーンの撮影は吉高さんも江本さんも微妙なところを表現しないとならないので、本当に疲れたと思います。物語を生み出すシーンというのは観念的なものじゃないですか。動きもあまりないし、登場人物も二人だけだし、視聴者の皆さんが退屈してしまったらどうしようと不安でしたが、私も監督も演じた二人も、 渾身の力を振り絞ったと思います私たちの思いが視聴者の皆さんに伝わったなら嬉しいです。真宙が「源氏物語」を私のために書いているというセリフにもぐっときました。大石人生は自分のためにあるものですからね。ついでに人の役に立てばラッキーなのだと思います。どんなことでも、のがためが人のためだということに、 意外と気づいてない人が多いんだなと思います。「源氏物語」は、紫式部が夫を亡くした後の寂しさを埋めるために書いた、という説を唱える研究者も多いのですけど、今回、時代交渉を担当されている歴史学者の倉本和弘先生は、道長のバックアップなくしては、こんな膨大な物語は書けなかった、とおっしゃいました。当時、紙は究極の贅沢品で、 上質な紙を大量に手に入れることは、貧しい下級貴族には絶対に不可能なことでした。高級な紙を大量に提供できるのは道長しか考えられないのです。光る君への中で、大石さんが最も平安時代的だなと感じるカップルは、大石真弘の弟、信則、信則、高杉真宙、野卯だったいと、信川清純と、その恋人のれ含ま丸、 瀬戸武夫、です。伊藤は、真宙の父、玉時とも男女の関係があったのですが、玉時が越前に行っている間に、福丸とくっついて、玉時が帰ってきても別れないのです。玉時もそれを許していますし、福丸には他にも妻がいて、そちらと掛け持ちなのですよ。千年前だなぁ、本当にプリミティブだなぁと思いませんか。実に根源的でパワフルで素敵です。 姫様を守るために独身でいると言っていた従者の乙丸も越前から彼女の絹、暮らした穂波を連れて帰ってきて急に家族が増えましたよね。大石平安時代はそういう欲望をみんなが普通に認め合っている世の中だったのでしょう。本来人間はそういう動物なんじゃないでしょうか。現代だって研究によれば男女の中は4年が限界だと聞いたことがあります。 人としての興味も性への興味も4年。4年周期で相手を変えていくのが一番健康的で生き生きと暮らせるそうですよ。人間はそういう生き物なのに、明治政府が国民を管理するためにキリスト教的一夫一夫性を採用し、配偶者以外によそ見することが、ものすごい罪悪になってきました。個人的には、ガチガチの一夫一夫性は日本の風土にあまり合っていないと思います。 しかも、週刊文春が不倫を暴き始めてから、恐ろしい時代になりました。まあ、週刊文春が暴くのは勝手だとしても、その後のキャンセルカルチャーはどうなのでしょうか。文春に乗せられる人々にこそ問題があると思います。ちょっと今回の恋をしただけで、生涯をかけた仕事を失わせるようなやり方は、おかしくないですか。本当は、 平安時代のような性的に奔放な生き方を人間の DNA は望んでいるはずです。今はそれを封印しているから、こっちが我慢しているのにいい思いしやがってと、ヒステリックに不倫を叩く人が増えているのかもしれません。もっとみんな自分を解放しておおらかになればいいのにと、光る君への脚本を書きながら、時々思うんですよね光る君へには。 安倍の生命、祐介サンタマリアが予言や雨乞いをしたり、おいのコレチカ、コレチカ、三浦翔平が道長を受訴するシーンなども出てきますね。大石これも倉本先生の教えなのですが、平安時代の陰用道や祈祷って、今の気象予報士に近いというか、当時としては最先端の科学だったそうです。今見ると、占いでしょ、となりますけど、 祷も病気を治すための科学だと思ってやっていたと思うんです。とはいえ、私自身も誰かが死ぬ場面を書くときはお線香を焚きますし、邪気を感じたときは粗塩とお酒を入れた湯船に使ったりするタイプで、不思議な力を持つ人にも何人か会っています。特に衝撃的だったのは、20代の頃、タップダンスを習っていた先生。レッスンの後先生が、 大きな火事と飛行機事故があるとつぶやいた翌日赤坂のホテルニュージャパンで大火災がありその翌日羽田沖で日航機墜落事故が起きたんです40代の頃に会った台湾の占い師もすごかった霊感を研ぎ澄ますために自ら目をつぶしちゃったという人で先生の前に座った瞬間片言の日本語で「あなたの夫は肺の病気」と言われたんです その後住む夫は肺炎で死にそうになって、その時の肺炎、